外遊するタティウス・カトゥルスは、共和制ローマ中期の政治家、軍人。第一次ポエニ戦争のローマの勝利を決定づけた、紀元前241年のアエガテス諸島沖の海戦において、ローマ艦隊を率いた。フィンランドの作家、ユッカ・ヘイッキラのメリコンスルの主人公となっている。プレブスであるルタティウス氏族に生まれた。コグノーメンのカトゥルスは子犬を意味する。 氏族最初の執政官であり、クソに、好意の人物を持たない、ノースホモであった。ローマのトレアルジェンティーナ広場にあるユートゥルナの神殿。アエガテス諸島沖の海戦の勝利を記念した、カトゥルスが寄贈したものである。執政官就任以前の経歴は不明であるが、いわゆるクルススホノルムをたどったとすれば、軍歴は、騎兵から始まり、トリブヌスミリトムとして、軍歴を重ね、 クアエストルにも就任していることが予想される。しかしクルススホノルムが確立したのは、紀元前3世紀も半ばを過ぎてからであるとも考えられており、それ以前には、失政官の後に、プラエトルやアエディリスを務める場合もあるなど序列が、不明確で、確実ではない。また彼はプレブスであるため、クルススホノルムをたどったとすれば、アエディリスプレベウスや、 ご民間経験があったことも考えられる。紀元前242年に執政官に選出されたが、同僚執政官は、アウルス・ポストミウス・アルビヌスであった。ポストミウスは、執政官職に加え、フラメン・マルティアリスの地位を有しており、このため、最高人議官のルキウス・カエキリウス・メテルスは、ポストミウスがローマを離れることを許さなかった。このため、執政官として、 シケリアに出生できるのはカトゥルスのみとなり、元老院は、プラエトルのクイントゥスワレリウスファルトを副司令官として派遣した。通常は戦時には二人の失聖官がインペリウムを与えられて、軍を率いるが、この数年前プラエトルが二人に増員されていたために、この人事が可能になったが、新規の試みであった。カトゥルスとファルトは、シケリアに向かった。カトゥルスは、 陸軍と海軍の双方の指揮を取った。ローマの艦隊は新たに整備されたものであったが、長期の戦争のためにローマの国庫は底をついており、富裕層の寄付に頼ったものであった。この艦隊再建にカトゥルスがどの程度関わっていたかは不明である。紀元前242年には大きな動きはなかったが、二人はそれぞれプロコンするプロプライトルとして、 引き続き軍の指揮を取った。なお、カトルスの弟のクイントスルタティウス・カトルス・ケルコが、この年の執政官に選出されている。紀元前241年、カルタゴは、反野が率いる艦隊を派遣し、聖海権の再確保とシケリアの守備軍への補給を、試みた。この時カトルスは、怪我をしていたために、直接艦隊の指揮は、取れず、ファルトが、司令官となって、 アイガテス諸島沖の海戦が戦われた。海戦はローマの決定的勝利となった。カルタゴは新規に艦隊を再建する資金がなく、ローマに有利な講和条約をカトゥルスと交渉するしかなかった。カトゥルスとファルトは両者ともに外戦式を挙行する名誉を与えられた。カトゥルスはその返礼にカンプス・マルティウスにユーテルナ神殿を建立した。 その後の経歴に関しては不明である。ありがとうございます。